まあ、インドなんですけど、日本の、ね、学生の方とか、ね、インドに行って人生観が変わったとかっていう、結構今あのインドで海外経験をするっていうのはすごく多いですよね、若い人たちも含めて。そうですね、多くなってきましたね。はい、で我々がね、もう学生やってる頃からインドに行ってこう人生観を変えるっていうのはね、結構いたんですよ。最近の、まあ、王道というか定番になってきて、はい、結構みんな行くようになってきたんですね。で私がインドに一番最初に行ったのは2000年の最初の頃かな、2000年の中頃かなと思うんですけど、あの頃なんかね、もう本当に空港からホテルに行くのがあの三輪車っていうやつで、で人がねやっぱりこう道端でこう亡くなってたりとかよくして、こうもう本当に人の命の意味っていうのが本当にいるだけでね考えさせられるっていうところで、でも今はねもう半年後に行くたびにもうインフラも改善されて、はい、どん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 良くなってきてるっていうところと、インドってまああの行かれた方は分かると思うんですけど、まあ空気があんまりまだ公害というか良くなくて、長い間外にいるとまあ喉がガラガラしてきたりとかするんですね、はい、でこれのまあ一つの原因として火力発電っていうのがあって、今は太陽光とかいろいろあるんですけど、まあ火力発電の割合かなり高くて、でインド産の石炭を使ってるんですよね。でまあ、その石炭の質が良くないっていうことで空気が汚れていくっていうのが一つの、ね、空気汚染の大きな原因で、我々もその、はい、あのインドのエネルギー省の方々とお会いして、じゃあそのあたりどうするんだみたいな話をして、はい、そうすると日本の火力発電の技術で汚れた空気が出ないようなものを取り入れようとしたりとかね、そういう、はい、まあ、日本との関係も非常に進んでいて、一時期はね前の安倍首相さんもインド重視っていう方向性を非常に明確に打ち出してきた時期もあってですね、うん、我々もよく言ってたんですけど、はい、でまあ、やっぱり 2,3 日いると汚れた空気っていうのが体にこう染み付いてきて、やっぱりこう、はい、なんか体がすっきりしないなみたいな気分になるんですね、うん、これまあ、はい、インド行かれた方は大体皆さんそう言って言われるんですけど、はい、まあ、インドってやっぱりあの経済としても成長してくるって言われて長いんですけど、はい、まあ、日本の企業の中でもじゃあインド企業とのお付き合いを強めていこうよねっていう会社が結構多いんですよね。で我々もその中の企業を代弁っていう形ではないんですけど、まあ、一緒にインドの開拓しようねみたいなところがあって、はい、で、はい、まあ、インドの企業を結構いっぱい回るんですよね。でその中で特にね、はい、印象に残った企業があって、これ象が写ってる写真のとこなんですけど、はい、工場の中に象がいて、これ日本のね、はい、お客さんとかだと考えられないよねっていうところなんですけど、うん、はい、まあ、それに関してね、まあ、日本の競争力とかね、海外との競争力、まあ、国際的な競争力っていう意味で非常に我々も勉強になる経験をしたんで、これはまたこれで別のところで話をしたいなと思ってます。あとね、はい、最後に行ったのが、1年半ぐらい前だと思うんですけど、インドで一つの経済の問題として汚職とかね、そういうのがあるんですけど、ニューデリーの市長さんが汚職対策に非常に真剣に取り組んでいて、で、それが非常に功を奏してニューデリー市民も気に入っていて、非常に政治の力をつけているっていうのを私1年半ぐらい前かな聞いたんですよね。なのでその情報も改めてアップデートしてどうなってるのみたいなところはお伝えしたいかなと思ってます。はい、はい、で我々がいろんな国に行く案件として何をやってるかっていうのはいろいろあるんですけど、一つの代表的な例として、まあ、その国の産業を視察して、まあ、我々のお客さんであったり、まあ、日本政府がお客さんっていう場合もあるんですけど、なんか日本といい関係を作れないかとか、我々の会社とインドの、まあ、業界であったり特定の企業といい関係を作れないかみたいなところがあるんですよね。で、はい、まあ、ムンバイとかね、よくインドの経済の、ね、中心地っていうところで我々もよく行くんですけど、で、まあ、はい、この写真にあるホテルがムンバイにあるね、何年か前ですね、テロがあったところで、小川さん、このホテルでテロがあったこととか覚えてます？いや、ちょっと覚えてないです。はい、
はい、モンバイ行くと昔は日本人やっぱりここが安全なんでよく泊まってたんですよね、うん、なのでテロの時にはあの日本人も何人かいたっていうふうに聞いてるんですけど、うん、はい、はい、インドでね三大の財閥グループっていうのがあってその中の一つでタタグループっていうのがあるんですけど、はい、ここの、まあ、タタの人がインド人の手で外国人をおもてなしできるようなホテルを作りたいと思って建てたのがこのホテルなんですよね、はい、でまあその財閥っていうことで富の攻撃の対象となってテロの原因っていうのはまあ別にあるのかもしれないですけど一つの象徴としてここが狙われたっていうんですよね、はいはい、でここのいろんな映画なんかにもよく出てきていて建築自体も古風なというかねインドを感じさせる建築だと思うんですけどこの中にですね、はい、日本料理屋さんでなんか結構有名だと思うんですけど森本さんっていう方がやられているわさびっていうレストランがあるんですよね、はい、私滞在時間がまあ3日とか4日以上になってくると1回なんか日本食を食べようと思ったりとかしてよく入れるんですよね、はい、まあそれもあってなんですけどあと私はモンバイで別のホテル泊まってたんですけど、はい、中も見ておきたいっていうのでこのホテルの中にあるわさびっていうレストランに行ったんですよね。花が飾ってあるのはこれレストランの入り口のところ でその内部入っていくと店の店員の方がわさびをすりながら歩き回っているわけですよ、はい、その瞬間にもうすでにこうわさびの鮮烈な香りが感じられてインドちょっと汚れたって言うと失礼な言い方になるんですけど、はい、そういう空気が落とされるみたいな体が現れるみたいな感じを受け始めてで席に座ると、はい、これがこう前菜というかね突き出しっていう形でわさびを食べてくださいっていう風に出てくるんですよ、はい、本当にわさびだけをつまみにして、まあ、ビール飲んでわさびを食べて、まあ、ビール飲む必要ないんですけど、これがねもう本当にこんなに美味しいものだって思ったことは本当になくて日本で感じる以上にもう鮮烈なんですよね。なので、はい、まあ、あのわさびそのものを食べてそのインドの空気がつまみになるという話なんですよね、うん、でそのわさびがもうずっと鮮烈な思いがあってで、まあ、うん、日本に戻ってきた時にお寿司屋さんとかでお客さん接待とかしたりすると日本のお寿司屋さんってわさびを醤油に溶いちゃダメだよとかそういうことをよく言う人がいてで、まあ、それも板前さんにもよるんですけど、はい、それを、まあ、お客さんだろうが誰だろうがそういうことをやると強く言う人も結構いるんですよね、はい、でまあ、それはお店の経営方針とかもあるんで、うん、あのそれに対してどうこうは私は何も思わないんですけど、まあ、ただお客さんといる時にね、はい、お客さんに対してそのわさびの使い方ダメだっていうふうに店員の方が言うとちょっと私も気まずくなるじゃないですか。でお客さんも、はい、うん、気まずくなるし、まあ、でそういうことが一度もあってインドのわさびの話がずっと頭にあったんで、あ、わさびというとねインドで食べたわさびが美味しかったんですよねってそういう話切り替えることができるようになって、はい、なので、まあ、あのお客さんと日本で行ってもわさびで怒られても、もう切り返しでお客さんが嫌な気分にならないようにテクニックというのをインドのわさびのおかげでついたっていうところなんですよ、はいはい、でまあ、海外旅行に行くっていうことのいいところってこう、はい、海外そのものを楽しめるっていうこともあると思うんですけど普段自分がこう日常で見えないようなことが改めて海外に行くことによって日本での生活が見えてくるっていうことがあると思うんですね、うん、なので私もインドに行かなければわさびのこの鮮烈さってあんまり感じなかったかもしれないし、うん、そのいわゆるお客さんと一緒にお寿司屋さんに行ってなんかそういうトラブルがあった時にこううまくね対処できるスキルもなかったかもしれないんですよね。なので、まあ、いろんな海外に行くっていうのは海外での経験を積むっていうことと同時に今の日々の日常に対してさらに価値が高まるというか新しい気づきがあるっていうふうに私は思ってるんですよね、はい、うん、はい、海外に行くってことにこだわらずいろんな新しいことを経験していって日々の自分の人生をリッチにしていくというか、はい、今まで気づかなかったことを気づくっていうのはすごく大事だなと思っています。。すごく田之内さんらしいなと思います。はい、ありがとうございます